ゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずはこれまでの1時間にいただいている天気の報告ご覧ください。このように中国四国から東北南部にかけては日差しが届いているところが多くなっております。ただこの後は天気急変する可能性もありそうなのでエリアを確認していきましょう。雷雨発生確率で見ていきます。より赤色のエリアほど雷を伴い雨が降る可能性が高くなっているところです。現在は晴れていても急に雷を伴い雨が降る恐れがあります。洗濯物の外干しをされている方などは十分お気をつけください。ゲリラ雷雨情報をお伝えしました。